にちは、S&D です。今日は相手のライトスパイカーのライトバックでのクロスレシーブの練習をやっていきたいと思います。このチャンネルはバレーボールに関することをたくさん配信しています。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。前に配信したレフトバックの練習と同じ要領で練習をしていきます。詳しくは概要欄をご覧ください。今回も目標物を置いて外に体が流れないようにしていきます。できれば柔らかいコーンなどを置いてください。絶対に目標物の外に流れてはいけないわけではなくて、なるべくセンターの方に体を向けるという意識をつけていきましょう。ライトバックのレシーブのポイントは、レフトに比べてセッターとの距離が近いので、よりボールを吸収して柔らかくセッターに持っていく必要があります。なのでボールを吸収する動画、面を作る動画も別にありますので、そちらの概要欄をご覧ください。まず1つ目はレフトと同様、投げてもらったボールをキャッチしてセッターに持っていきます。2つ目は強打を打ってもらって、それをレシーブしていきます。1つ目の練習の体を向けるということを意識して練習していきましょう。との距離が短い分、少し難易度は上がりますが、意識して練習することによってレシーブ範囲も広がります。ぜひ参考にしてみてください。今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。